ですね、はい、阿波池田駅に来ております、はい、池田でね、もうピンと来る方はピンと来ますからね、池田高校ね。あー、なるほど、はい、山彦打線、ね、山彦打線ってね、ほんまにこの山に囲まれたこの町で育ったね、うん、選手たちが甲子園で躍動するっていうね。で、その阿波、はい、池田駅の目の前に商店街があって、あ、そうです、そこの商店街にも結構レトロなお店があるということで、はい、そういうのもちょっと見つけながら行きましょうか。はい、では、カキーン、ズバン、ボーク、ボークかい、行きましょう、行きましょう。ボークな、ボークです。あんな看板いいよね、ようこそ三好市。あー、そうですね、はい、ねえ、これちょうどね、提灯つってあるのは今日が阿波踊りの開催日なので、うん、はい、この後ね、ここも封鎖して。うわうわうわ、いいなぁ、めちゃくちゃいい。うわ、ほら、もうこれいつからあんのこれ。わぁ、美味しそう、美味しそう、もうまさしく昭和な感じね、このラインナップ、飾らない感じ。そう、なんか気を照らってるパンが一つもないという、ね、はい、ゼロ、王道のパンばっかり、ね、うまそう。買っていきましょうか。どれにする、中山くん。ちょっと迷うな。でもこれアンロールってのしてみようかな。中がね、ね、青いんですよ、ね、青い、うん、ほら、あんま見たことない。レモンケーキも気になるんですよね。受け継いだ味って書いてます。あ、ほんまや、池田ならではの。だからここのお店の、だからそれこそ昭和から続く昭和レトロな食べ物なんじゃないか。あ、これ絶対これやん、これや、うん、買いましょう、買いましょう。お金持ってる？お金も、お金も持ってないの。持ってない、お金持ってないです。なんで持ってない。いや、持ってます。お、電子マネー。もう電子マネーやん、はい、いや、僕もいいですよ、ペイペイ。あ、すいません。何してんだよ。これアンロールを買わせてもらいたいんですけど、はいはい、これ見たことないんですよ、この色。これ なんでこんな色してるんですか。あ、なるほど、あ、白あんにこの色をつけて渦潮をイメージしてるんですか。なるほど、結構昔から作られてるんですか。あ、そうです。あ、じゃあ昭和レトロと言っても。そうですね、レトロな、いいやつを選んだ。で、こちらのレモンケーキも、レモンケーキもなんかレモンケーキも生地になってる。あ、ほんまですか。これ食べたら、はい、他の食べれないっていう。このお店ならではの。あ、本来 A の選んだら。いや、絶対払います。ダメダメダメ、そんな急に聞いて、そんなもう。ありがとう、ここ買わせてもらいますんです。うん、なんか綺麗な色してる。うまいですね。いただきます、アンロール。うん、うん、うまい。白あんの甘さがちょうどいいね。うん、パンも柔らかい。めっちゃ美味しい、これ。なんかこの色がまた夏に食べたらなんか爽やかさ増すな。確かに。じゃあ私このレモンケーキ、なんかこのね、パッケージもいいな。わかるわ、レトロな。あー、おしゃれやな、これ。お、うまそう。なんかレモンクリームみたいなのかかってんのよ。うん、見た目かわいいね。ね、かわいい。ほんだら、いただきます。言うてる意味分かりました。これむっちゃ美味しい。なんか甘すぎなくて、レモンの爽やかさがブイーンってきて、あ、レモンピールが入ってて、ちょっとほろ苦い、ほろ苦甘酸っぱ。サイズ感もちょうどいいよね。うん、そのレモンの皮の歯ごたえもあるんだよ、うんうん、いろんなもん売ってる感じもちょっと昭和レトロですよ。うんうん、一緒にタバコも置いてたんだよ。なんか何でも屋さんみたいな感じ。あ、そうですね、はい、なんかコンビニの走りみたいな。さっきあの三好市の看板の裏、またのお越しを道路って書いてある。あれもいいな。最高やね。来たなるわ。
いや看板いいな。うわこっちの看板これ見てください。これどれ。あこれね。うわこれいいわ。昔は本当にこういうスポーツ店で、はい、ね用具買ってたよね。買ってました。看板だけでもかん、いや看板がいいな。ここ出たこれ見てください。何21世紀企画にぴったり。ちょっと待ってよ、今日こんな食品サンプルないですよ。いやえファッションサンデーのファッションってどういう意味なの。わかんない。おしゃれってことじゃないですか。パフェがおしゃれってこと、はい、ないんかな。あ今やってないんか。うわ中入りたかった。また来ようか。このガラスもいつからやねん。残念ね。あこういうなんか絵柄が描いてある ね、はい、ガラスね。池田の商店街めっちゃええな、はい、この池田高校が甲子園で優勝した時はもうここが人で湧き返ったっていう言われてますからね。営業してんのかな。演歌の店。あでもやってるって書いてある。あ、今やってるよね、はい。ピアノの調律してくれんねんて。三味線の張り替え、張り替えもできてくれる。管楽器も修理もできます。もう何でもできる、はい、心強いよ。心強い。うわぁ洋館屋さんや。かっこいいな。立派やな。1000% 老舗ですね。おしゃれの店原田。多分原田ですよね。いや読めよ。この崩し方なかなかないでしょこれ。もう俺は全く読めんで。あほんまか、うん、原田ですよね。おしゃれすぎる。源図ちゃんが原田ですよね。まあ、原田化粧品。ゲンズじゃない。ゲンズじゃない。図解の図じゃない。あ、でも営業してはるんですね。ちょっとお盆休みで。お盆休みなんですね。スナックがこう並んでるんですよ。わ池田の街のチャイナ、文化財なんや。ん大正15年に作られた。というわけで、はい、池田の街歩きましたけれどもねえ、うん、すごい風情がある。なんかそうですね、自然豊かやけどなんかちょっと街っていうその絶妙なバランスの街なんでね、はいはい、ぜひ皆さんも訪れてみてはいかがでしょう、はい、ぜひお越しください。お待ちしてます。